おお、来ましたね。結構サメルサルバでしょ。危ない。あ、結構突っ込んでくるか怖いですね。岡雄大。おお、3月の敗戦からの再起戦です。おお、もう一回。今度はボディ。おお、どこだったんだ。ガクンときた。雄大が今のは一瞬落ち、一瞬腰落ちましたもんね。カウンターでした。血が、ね、強いんでね、ここでもね、引かないでしょ。はいはい。さあ、ここからの立て直しです。その辺が課題。ペトロ・ダデラはね、ギンジローがやられましたからね、はい、ダーナ取って、というふうに好感伝わっております。このサミエル・サルバ、左カウンターって、ね、はいはい、落ち着いていってもらいたいですよね。なるほど、分かりました。例えば、あの重岡雄大のカウンターが火を吹くという展開も見られるかと思います。タドラも行った時にダウン取られてるんで、はいはいはい、なんで前半はもうボディいいボディも全くしないような。おお、来ましたね。このね、結構サメルサルバでしょ。危ない。あ、経験も持っています。下、そして上。おお、カウンター狙い。あ、今危ないんですよ。そしてボディ、間通します。もう一回行こう。これ後はね、危ないですよね。あれが危ない。もう一回来るの狙ってました、はい、小型ロケットみたいな感じで飛び出し測って、選手ってもともと結構気持ちをちゃんと出すタイプですけど、はい、サミュエル・サルバ選手も同じように聞いてない。結んで、そして目ももう強い、おーっと視線を飛ばしてきています。結構スピードあんな、こないでから、はい、大欲ですもんね。多いですね。あー、いやー、前見た、まあー、ボディ伸びました、はい、いいですよね、はい、もう一回このボディ、あー、ナイスボディを使っています。あの後も待ってるんでね、ええ、もう一人ストレート。今のフェイントがそうですね、やっぱり下が効いてるんで ね、ボディストレートくると思った。このボディ今日という感じの雄大、右を回してきました。ならば自分から先に行きました雄大。ナイスボディですね。おお、左に狙ってましたね。今のいいカウントですね、はい、誘い出したような感じです。その後もパンチ続けます。3ラウンド目、さらに柔らかみが出てくるとしています。これもエルボーブロック。左はどうだ。右か。これはお互い、お互い、はい、お互いですよ。スクラムの状態になっています。一発打たり一発打ち返さないと。おお、こっちが倒れるような、そんな2人の攻防ですもんね。そう。おお、距離が詰まりました、詰まりました。この後狙ってる、ね、おお、サルボンも狙ってますね。おお、いきます。おお、これはブロックしています。おお、強いの弱いの、あー、それ下に行きます。こういう、あの非常に町田トレーナーの言うことを冷静に聞くような表情。先手を取られたら誰しもそういう感じになりますもんね。近づいています。お、
かなり首を傾ければ赤のトレーナーの皆さんがつぶやいていることがなんかこう分かります。重岡陣営であります。ボディブロー、そして逆がストレート、ボディの打ち合いになります。今ね、今のやっぱり完全に展開はまだ雄大です、はい、パンチのやっぱり回転力が速いですよね。速いですね、それともう一つ最初に内山さんおっしゃった遠い距離から少なくはないと言っておりました。まだ狙ってました ね、 今ね、うん、狙ってたですね。狙っていたものが当たりませんでした。それはあの雄大選手もそこまで見てたんでしょう。しかし出てきましたね、出てきました、出てきました。それとちょっとだけ、このまた来たね、向きな向きながらって向きながらした時にこれ相手狙ってますからね。気の強い2人が戦っています。やっとっと、はい、この前は情けない試合見せですいませんでしたみたいな、絶対強くなるのでって、おーと迎え撃たれています。でもさらに攻め込んでいきます。気遣いですよね、あの雄大選手ね。おー、アッパーダブルでした。おー、ボディから2つ、いいボディ入りましたね。一瞬にどう動き始めました。あー、行きましたね。今度は左、もう一回同じパターン。おー、強いパンチ。じわっと距離を詰めまして、そうですね、ここの距離ですね、はい、今度は打ち合いに行きます。しかしサルバ選手のタグですね。おー、長いワンツー、おー、今の風になってきたんじゃないですか。そうですね、でもサルバもね、サルバもこのまま読み切れば、はい、そうです。あー、なるほど、ボディ、おー、おー、返し、ボディ入ったかな、ああ、いいところ、左右に入りましたね、うん、ちょっとここ合わせたいですよね。あと見えてます。あー、ちゃんと、ね、いいナイス。さらにジャストミートすることができるか、第7ラウンドです。サルバもやっぱ強いですよね。強いですね。この間からダウンも奪ってます。おおと、ちょっと危ないタイミングです、はい、おおと、このタッグがガクンときた。雄大が今のは一瞬落ちた、一瞬腰落ちましたもんね。一応からね、前回を思い出すのか、あるいは違うことか、怖いですよね、はい、おお、それでも狙ってます。中という言葉が出ています。おお、果敢に、おお、まあちょっとね、はい、おお、ブロックしたりして、もらってはいません。しっかりと対処しています。おお、今顎をね、ちょっと入ったかもしれません。よしよし、いいパンチ。そうですね、やっぱちょっと少しは考えながらやってると思いますよ、はい、だとは思いますが、左にストレート、おお、いいボディですね、はい、サイドのボディ2つ。サルバンも内側から狙ってます。
サルバちょっと口が開いてます。内山さん、サルバやっぱりボディ入るといちいち効いてないという素振りしますよね。後ろコーナー出てきました。もらったりしてますからね。おお、カウンター。第9ラウンドです。あと2ラウンド。あと敗戦はやっぱり内山さん、勝つことが大切という言い方もありますからね。まあ、もちろんそうですけども、はいはい、おお、左から、もう一回左から。ナイス。2回にわたって飛び込んでいきました。あー、アッパカット。ね、ああ、ボディ、ああ、光ったのか。時はすごい安全で、はい、ええ、はい、ポイントも取れるんでね、そっちでもいいんですけど行くな、はい、来ますね、サルバも。もうサルバはね、来るんですけど、そうでしょうね、絶対これ見せて終わる必要が出てきます。サルバ今後にこれ影響します。おお、集中しないと。出てきます、出てきます。おちょっとした隙なんですが、その瞬間に言いながらサルバが雄大選手に飛びかかってきました。右肩越しから当てます。もうね、重岡おそらく余裕、全部取ってると思うんですけど、その先違うとしたら倒したいっていう気持ちは強いです。おお、危ない危ない危ない、裏ついたように見えたんですが違ったようです。サルバが来ます。おお、おお、やばい、やばい。おお、ナイスですね。うわ、打たれてえや、見てないもんな、サルバ。ポイントはおそらく一方的になってると思います。はいはい、サルバ。いや、もちろんも出る。おお、もちろん重岡雄大もそれに合わせてその上を行く人差し狙ってます。左。最後です。入ってくる、入ってくる、まだ入ってくる。あーっと、ちょっと、ぐんぐん落ちてくる。試合終了。さあ、どういうポイントになりますか。ジャッジ室谷96対94。おお、そんなに競ってますね。ジャッジ川上、ジャッジ今村ともに97対93。おお、以上3対0の判定により勝者赤コーナー重岡